先に寝てていいよ、ミカ。これだけ片付けてすぐ行くから。やだ、シトリと一緒に寝る仕方ないな。ほら、もうちょっと頑張って、一緒にベッドまで行こう。ちゃんとここにいるよ。だから安心して。うん。おやすみ、シトリ。懐かしいな。私も小さい頃、こうして毎日母さんと一緒に眠ってたっけ。捨て子だった私を拾い育ててくれたのは星の民だった。三日星といったその星の民を復讐に取り憑かれた狂人だとみんな噂していたけれど、それは三日星の母さんの普段の姿を知らないから、そう思っていた。実の親の顔すら知らない私を拾い生かし育ててくれた彼女は私にとって最愛の母だったから。かわいそうに、シトリはすっかりあの女に狂わされてしまった。あの狂人にまともな母親なんて務まるわけがないわ。ただの擦り込みよ。私が何を言っても空の民たちによる母さんへの心ない言葉は止まなかった。所詮は子供の言うことだと、お前は騙されているのだと、私を見る目は哀れみに満ちていた。ただ一人親身になってくれた人もいたけれど、彼女もやっぱり私を母さんから遠ざけようとした。シトリ、みんなあなたが心配なだけなのよ。私だってそう。ジェーンさん、でも母さんはみんなが言っているように狂ってなんかいない。私の知りたいことは何でも教えてくれるし、美味しいご飯もお菓子だって作ってくれる。悪いことをしたら怒られるけど、いいことをしたらちゃんと褒めてくれる。他の家と何が違うの？星の民も空の民も変わらない、私の自慢の優しい母さんだ。そう、シトリにはあの人がそう見えるのね。でもね、シトリ、いつ狂気に飲まれてあなたに危害を及ぼすかわからないのよ。もしものことが起きてあなたの命が危ぶまれたとしたら、みんな悲しむわ。それに本当にあなたが言う通りなら、それが起きた時後悔して苦しむのはあの人自身じゃないかしら。だからそうなる前に少しだけ距離を置いてみたら。二度と会うなとは言わないから。だからこそ私は母さんのそばにいる。母さんにはそばで支える人が必要なんだ。私は誰に何を言われようと決して母さんのそばを離れなかった。私にとって母さんと共に過ごす日々こそが何より幸福に満ちたものだったから。私が一人でできることが増えると比例して母
母さんは難しい開発や実験にかける時間を増やしていった。星の民に対抗する力を得るために自分の体を改造していることも私は知っていた。そのせいで体調を崩したり精神が不安定になって荒れることも少なくはなかった。ねえ母さん、ここ最近調子が良くないみたいだし、少し休んだらどうかな。よく眠れてないのも知ってるよ。このままじゃ母さん倒れちゃうよ。母さんの様子が明らかにおかしくなっていることに気づいてから、何度同じ言葉を繰り返しただろう。部屋に閉じこもっている間、母さんは一度も私の声に言葉を返してくれることはなかった。それでも数日に一度は外に出てきて母さんに戻ってくれたから、私はまだ母さんを信じられたんだ。形だけの平穏な日々はある日あっけなく終わりを告げた。同族を滅ぼそうという母さんの狂気が形を成した兵器、グレートウォールの完成。悪夢のようなそれが生み出されたその日の母さんを、私は生涯忘れることはできないだろう。その姿はさながら獣だった。知性も理性も失い、湧き上がる歓喜と憎悪に満ちた方向を上げるだけの獣。優しかった母さんの面影はどこにもなく、私は信じていたものが崩れ去る音を聞いた。恐るべき兵器を作り上げ、脅威として見なされた母さんは、ついに空の民から命を狙われる。だけど空の民は星の民にかなうはずもなく、ただ無意味に死体だけが折り重なっていった。母さんをグレートウォールに封印する。ええ、そうよ。あの忌々しい兵器ごと封じるの。トリット王家の方々も協力を約束してくれたわ。これ以上犠牲は増やせないって。ただでさえ星の民と空の民の間で争いが起こり始めてる。このまま大規模な戦争になれば、もはやあなただけの問題じゃない、空の世界そのものの危機なのよ。お願い、シトリ、あなたの力を貸して。でも母さんを封印するなんて、それに手を貸すってことは母さんを裏切ることになる。そんなこと私には。シトリの気持ちはよくわかる。どんな人であってもあなたにとって大切な親だもの。よく考えて、シトリ。人々の間では近々星の民と空の民との間に大規模な戦争が勃発するだろうと囁かれていた。そして母さんはその混乱に乗じ、あの兵器を使って星の民も空の民も何もかも破壊するつもりだろうと。その日も母さんは部屋にこもっていて、私は扉を相手に話をするしかなかった。最後に母さんと話したのは、
いつだったっけな。ねえ母さん、私は母さんがどんな風になったって一番大切で大好きなんだ。でも母さんはきっと違う。復讐より大切なものなんてないんだ。私も母さん自身のことだって。封印に手を貸すということは、今まで育ててくれた恩も愛情も全て裏切ることになる。だからといって犠牲に目をつむり、ことが落ち着くのを待つことは許されない状況だった。母さんの体はすでにボロボロだったし、多くの血を浴びて心も理性も失いかけてる。このままじゃそう遠くないうちに母さんは本当の意味で壊れてしまう。そう確信していた。ごめんね母さん、これ以上たくさんのものを、母さんが自分を壊してしまう前に私があなたを止める。それが私にできる唯一のこと。そうだよね母さん。星の民、三日星は封印され、一つの脅威を退けた空の民たちはもろ手を挙げて喜んだ。全てが終わった後、遠くで人々の歓声を聞きながら、私は母さんが眠る場所から一歩も動けずにいた。最後の最後、姿が見えなくなるその瞬間まで、私に向けられていた母さんの顔が焼き付いて離れない。憎悪と怒りと困惑と、そして絶望に染まったあの瞳が。シトリ、帰りましょう。みんな待っているわ。帰る？どこに？帰る場所なんてない。家に帰ったって母さんはいないんだから。分かっていたはずなのに、鼻の奥がツンとする。私の中には埋めようのない虚無と罪悪感だけが渦巻いていた。母さん、私は母さんの本当の子供じゃないの？不意に思い出されたのはいつかの記憶。ある程度物心がついた頃、空の民から私が捨て子だったと聞き、母さんにそう尋ねたことがある。母さんは少しだけ考えて私の問いに肯定を返した。その時だ、初めて母さんの過去を聞いたのは。自分に似ているような気がして、ただの同情だった。母さんは私を拾って育てた理由をそう話した。私はそれを聞いてひどく悲しくなった。私は哀れまれていただけなんだと、そう思ったから。だけどそんな私を見た母さんは困ったように笑って、優しく抱きしめてくれた。
シトリは私の可愛くて愛しい、たった一人の大切な娘だよ、とそう言って、どうして今昔のことを思い出したのかわからない。その記憶を思い出した瞬間、私は母の絶望に込められていた意味に気づいてしまった。シトリ、どうしたの？私、もう母さんは復讐以外、私のことも自分のことすらどうでもいいんだと思ってた。でもそうじゃなかった、じゃなかったんだ。母さんが最後にどんな目で私を見たか知ってる？どうしてって、母さんは最後の最後に絶望した顔で私を見ていたんだ。ああ、そう、私がやった、母さんを裏切った。あんな風になっても母さんは私をちゃんと娘として思ってくれていたのに。ごめんなさい、母さん。母さんは私を忘れてはいなかった。壊れかけていても、あの人は間違いなく私の母さんだったんだ。それに気づいた私は、自分の命に代えてもこの罪を償わなければと思った。だけど母さんは私を決して許さないだろう。それでもせめてもの償いとして、そして目覚めた時に母さんがまた一人ぼっちにならないように、私は母さんの隣で、母さんと同じように封印される道を選んだ。どうしてもやるのね。うん、ごめんね、ジェーンさん。あなたが味方でよかった。今までありがとう。さようなら。たとえ自己満足だとしても、一度でいいから謝るチャンスが欲しい。ごめんね、母さん。ずっとずっと大好きだよ。目覚めた時、私は母さんに殺されるかもしれない。で、一言だけ謝りたい。そう願いながら眠りについたのは、私に残された最後の記憶だった。え、シトリ？母さん。どうしたの？どこか痛い？いや、ううん、なんともないけど。でも、シトリ泣いてるよ。あれ、本当だ。変だな。怖い夢見たんだね。もう大丈夫。よしよし。シトリー、泣かないで。シトリーが悲しいと
私も悲しいよ。ごめんね。大丈夫、ちょっと安心しただけ。このままでいい。また壊れてしまうくらいならミカは何も知らないままでいい。私のことを忘れてしまっても永遠に謝る日が来ないとしても、それが私への罰だから。分かった、そういうことなら喜んで協力するよ。はーい、ありがとうございます。シトリちゃん、差し入れか、何がいいかな。やっぱり食べ物がいいよね。そうだね、みんなが食べやすいようにすぐつまめるものをいくつか用意しようか。材料を切らしていたのを忘れてた。代用できるものもないし困ったな。ねえ、それって時々シトリと一緒に取りに行く西の林にあるやつだよね。それなら私が取ってくる。ミカが？ダメ、一人でなんて危ないよ。大丈夫、一緒に来てくれるよね。でもあの辺りは福音のための集落も近い。もし鉢合わせでもしたら。心配すんなって、オイラたちがついてるんだぜ。ミカちゃんは私たちが絶対に守ります。安心してください、シトリちゃん。ね、みんなもこう言ってるし、いいでしょシトリ。わかった、でも残骸がある方には行っちゃダメ。団長さんたちには今度一緒に案内しよう。そんなの。あそこには危ないものもあるんだよ。だから材料だけ取ったらすぐ帰ってくること。約束できる？わかった。わーって言ってわーって帰ってくるね。よろしくね、団長さん。
けどよ、シトリも心配性だよな。いつもあんな感じなのか。私普段はいつもシトリと一緒にいるから。でもあなたのお父さんと外に遊びに行こうとしたら同じこと言われたよ。なんかシトリってミカのお母さんみたいだな。ねえ、みんなもシトリのことお姉ちゃんみたいとかお母さんみたいって言うんだよ。でも私はお姉ちゃんでもお母さんでもシトリだから大好きなんだ。ずっと一緒にいてくれるし安心するもん。でもね、最近お母さんみたいだねって言われるとシトリ寂しそうな顔するんだ。あのね、一緒に来てって言ったのは本当はこれを相談したかったからなの。シトリがいるところだと話せないから。ミカちゃん、何かあったんですか？うん、実は。前にね、シトリが寝てる時に泣きながらお母さんって呼んでたのを見ちゃったの。シトリにも私にもきっと本当のお母さんがいるんだよね。私は何にも覚えてないし、シトリがいてくれたらそれでいい。でもシトリは違うんじゃないかなって。もしかしたらここを出てお母さんに会いに行きたいってそう思ってるのかなって。そんなことがあったんですね。でもよ、シトリもここに来るまでのことは覚えてないんだろう？うん、でもみんなに聞いたら心が覚えてるのかもって言ってた。私ね、シトリには笑っててほしいんだ。シトリは私の家族だもん。だから何か私にできることがないかなって思って。なるほどな。そうです、二人とも私たちと一緒に来ませんか？あなたたちの船に？そしたらおじさんにも会える？オイラたちはこいつの親父さんを追いかけて旅してるんだぜ。はい、この人のお父さんにもシトリちゃんのお母さんにもきっと会えます。もしかしたらミカちゃんの本当のお父さんやお母さんも見つかるかも。私のお父さんとお母さん？ううん、でも私は。ミカ！シトリ、どうしたの？なんでここに？よかった、団長さんたちも無事だったんだね。何かあったんですか？みんなの帰りが遅いから様子を見に来たんだけど、近くに福音の民がいたんだ。だからあいつらと何かあったんじゃないかって思って。ともかく無事でよかった。そうだったんですね。すみません、心配させてしまって。ううん、無事ならいいんだ。さあ帰ろう。団長さんの仲間たちも休憩しに戻ってきてたよ。ミカ、何かあった？ううん、なんでもない。
ではやはりあの子供が。ああ間違いない。もう一つの封印はまだ機能しているようだ。ここには大勢の星の民もいる。もしも封印が解けたりしたら。あれだけ星の民を憎んでいたあの女のことだもの。教会の世界ごと破壊し尽くすわ。ならばそうなる前に手を打たねば。封印によって幼子となっている今のうちにあれを始末するのだ。それこそが我らの最後の使命。長さんを狙って、あるいは進化を使わせないために気空艇に何か仕掛けを。ごめん、ちょっとミカのこと見ててもらってもいいかな。え、はい、構わないですけど、どうしたんですか。忘れ物を取りに行ってくる。すぐ戻るから。何のつもり。あの人たちの邪魔はさせないよ。やっぱりあなただったのね、シトリ。一体何のこと。あ、そうね、この格好じゃわからないのも当然だわ。あ、ジェーンさん、どうしてここに。久しぶりね、シトリ。まさかこんなところで会えるとは思わなかったわ。まさかと思って、あなたたちがいるという教会の民の集落に行く途中、偶然あなたたちを見つけたの。あの金髪の子供、あなたのお母さん、三日星よね。シトリ、あなた、それがどういうことか分かっていて。分かってる。でも今のミカは違う。私の母さんだったミカ星じゃない。何も知らない、何の力も持たない、ただ普通の子供なんだ。あなたは、あ
なたはまだそうやってあの人をかばうの？その結果どうなったのかあなたが一番よく知っているはずでしょ。恐ろしくはないの？あの星の民の味方をするなんて。私はただシトリが心配なだけよ。あの子は私たちと同じ空の民だもの。それにあの子の相談に乗っているうちになんだか妹みたいに思えてしまって、だから私だけは何があっても味方でありたいのよ。生きられるように。今からでも遅くない。あの女が無駄な戦争を始める前に俺たちであの女を殺すんだ。今シトリがあの人を説得してくれているわ。あの子ならきっと知ってるんだぞ。ジェン、最近あの女は自分の娘の面倒すらろくに見ていないそうじゃないか。何かが起きてからだと遅いのよ。シトリが可愛いのはわかるけど、あなたの都合に私たちを巻き込まないで。私は母さんを裏切れない。空の世界がどうなろうとも、私は母さんと一緒にいたいんだ。ああ、かわいそうなシトリ。もはやあの人にあなたの姿は見えてはいないのに。このままだとあの人は、三日星は死ぬわ。あなたも気づいているはず。あの人がもう長くはないこと。第一、空の民だけならいざ知らず、あの人はあろうことか自分と同じ星の民にまで牙を向こうとしている。あの星の民たちが自分たちに害をなす存在を見逃すと思って。それはもう一度よく考えて、シトリ。封印すれば命だけは助けられる。そう、これはあの人を救うためなの。あの人から離れればあなたはもう悲しむことも苦しむこともない。幸せになれるのよ。少し考えたい。ちゃんと母さんと話をしてみるから。ええ、もちろんよ。
気持ちは嬉しい。でも私は母さんを裏切ってしまった自分を許せない。だから償いをしたいんだ。自己満足だと罵られたとしても、いつか目覚めることが許された時、母さんが一人ぼっちになって悲しい思いをしないように、母さんの罪は私も一緒に背負う。こうなるまでに止められなかった私にも責任はあるから。封印は永久に解かれないはずだった。それが今中途半端な状態で目覚めている。たとえ今は無力な子供でも、封印が解けてしまえば待ち受けるのは破滅だけ。解けるかどうかはわからない。時の止まったこの世界にいる限り、ずっと変わらない可能性もある。そう思っているのはあなただけよ。現に今、福音の民の中にはあなたたちを始末しようとする動きがあるわ。そう、そんなことになってるんだ。このままじゃあなたまで始末される。封印は許してしまったけど、あなたが殺されるなんて耐えられない。あなたのことずっと妹みたいに大切に思っていたの。あなたには幸せになってほしいのよ。だからミカを引き渡せって、ミカが殺されるのを黙って見ていろって言うの。そんなのできるはずない。私にはできない、そんなこと。あなたが私を思ってくれる気持ちは、私がミカを思う気持ちと同じだ。たとえあなたでもミカに手を出すなら容赦はしない。一緒に封印されたあの時、もう離れないって私は決めたんだ。おい、シトリー、シトリちゃん、どこですか？この声、ビート・ルリア。心配させてごめん。ミカは私が守る。絶対に殺させたりしない。団長さんたちに事情を話して協力してもらうべきなんだろうけど、
しとり、ずっと元気ないね。何かあった？そうかな。大丈夫、何でもないよ。もしかしてあの人たちと離れるのが寂しい？そうだね。せっかく会えたんだし、やっぱりちょっと寂しいかな。そっか。うん、私もね、寂しいんだ。でも千鳥が一緒だから大丈夫。ちゃんとお別れできるよ。ミカ。ああ、シトリ、ここにいたのか。どうかした？そんなに慌てて。火山の様子がおかしいんだ。お前の意見も聞きたくてね。それは今にも進化が起こりそうってこと？よくわからないんだ。もしかしたらまずいことになるかもしれん。すまないが、一緒に様子を見に来てくれないか？わかった。ミカは。私も行く。邪魔しないから。ミカ、絶対に私から離れないって約束できる？世界を守るためだ。許せ、一人。一人？何これ、怖い。お前、罠か。やはり封印はまだ解けていないようだな。今のうちに仕留めよう。この教会の世界を、果ては空の世界を守るためだ。二人とも、ここで死んでもらうぞ。断る！ミカには指一本触れさせない！さすがに数が多い。でも、やるしかない。世界の秩序を乱す者たちめ。巻き込んでごめん。でもお願い、力を貸して。あいつらはミカを殺そうとしてる。それだけは絶対にさせない。ありがとう。頼もしいな。やっぱり私は絶対にミカを守る。そのために今私はここにいるんだ。こんな子供に。仕方ない。ここは引くぞ。ふい、危ないところだったぜ。シトリちゃん、ミカちゃん、怪我はありませんか？うん、大丈夫。ミカも大丈夫。
ありがとう、助けてくれて。お前さえいなければ。私の家族はもうこの子だけだ。たった一人の大切な家族なんだ。もう二度と誰にも奪わせない。シトリー、どうしてわからない、どうしてわかってくれないの。おいっと、こいつはおいら預かっておくぜ。かわいそうな一人、永遠にあの人に縛られたまま幸せになれない子。私は絶対にその化け物を許さない。あなたを不幸にする者は絶対に。大丈夫？私は大丈夫。シトリがかばってくれたもん。そっか、よかった。ルリアも大丈夫だった？結構強く突き飛ばされてたけど。私は平気です。それよりも二人に怪我がなくてよかったです。なあシトリ、あの襲ってきたやつ知り合いなのか？なんか知ってるみたいだったけどよ。あ、わからない。私たちがここに来る前の知り合いなんじゃないかな。あ、そういえば二人ともここに来る前の記憶がないんでしたよね。じゃあなんで襲われたのかもわからねえってことか。なんていうか災難だったな。ねえ、もし私とミカがあんな恨みを買うほどの悪い人間だったらどうする？あ、それはどういう？本当は殺されても仕方ないような悪人だったら団長さんはどうする？まあ何とも言えねえよな。いろいろ事情があったってんなら仕方ねえって思うかもしれねえし。それにもし悪い人でもこの世界でひとりちゃんたちに助けてもらったことは変わりません。今の私たちにはそれが全てで、だから嫌いになったりなんかしませんよ。あ、私も。私もシトリが悪いことしてても嫌いになったりしないよ。ミカ、シトリは私がもし悪い人だったら嫌いになる？ううん、私もミカに何があっても絶対に嫌いにならないよ。本当？本当。悪いことをしたら一緒に謝ろう、一緒に償おう。たとえ封印が解けて元に戻ってしまっても
私があなたを嫌うことなんてない。あの頃の母さんを受け入れた。どんな母さんでも、それでも一緒にいたいと思った。だからこそ私は一緒に封印されることを選んで今ここにいるんだ。これでもまだ信用するには足りないかな。貴様、その力は。君たちにはね、向こうの集落からある子供をさらってきてほしいんだ。それだけでいい。それだけで君たちはもう頭を悩ませることはなくなるんだ。簡単なお使いさ、できるよね。この星の民に渡せば、それで全てが終わるんだ。私がやる。私がその子供をここへ連れてきましょう。